リターンは試合を左右する重要なショットにもかかわらず、しっかりと練習量を確保している人は少ないです。その理由として、ストロークの練習をしていれば自然とリターンも上手くなる思考が存在しますが、リターンはリターンの練習をしなければ上達することは不可能です。おそらくみんな分かってはいるけど、改善している人は少ないかなというふうに思います。なのでリターンに伸びしろがある人は多いです。加えてリターンミスが多い人ほど、リターンを返す正しいコースを勘違いしている特徴を持っています。この勘違いを正すだけで間違いなくミスは激減します。果たしてあなたは正しいリターンを理解していますでしょうか。今回はテニスマガジンのコラムを参考に、キャリア35年の私がバウンドテニスに置き換えて、リターンの基礎、リターンの正しい戦術的思考について解説していきたいと思います。上級者がどんな場所にリターンをしているのか知りたい、確実にリターンできる方法を知りたい、リターンミスを減らしたい、このような悩みを抱えている方におすすめな内容となっておりますので、最後までお聞きいただけると嬉しいです。当チャンネルはバウンドテニスの普及を目的にしています。審判講習の動画や有名選手のフォアハンドイメージビデオなど人気動画もチェックしてみてください。またチャンネルの強みとして、全国の仲間たちとお酒を飲みながらライブ配信も行ってますので、そちらも楽しんでもらえると嬉しいです。まずは多くの人がしているリターンの場所の勘違いについて話していきますが、皆さんはリターンをするとき相手コートのどこを狙ってますか？実はこれが一番面白いことでもあるんですけど、この質問の答えを聞くだけで、弱いプレイヤー、強いプレイヤー、プロのプレイヤー、この3タイプに分けられちゃうんですね。なのでぜひ自分の持っている答えと比べて参考にしてもらいたいのですが、まず弱いプレイヤーというのは、ライン際を狙う特徴があります。で、強いプレイヤーはセンターの深い場所を狙います。そしてテニスプロはですね、センターの深い場所かつ相手のバック側を狙います。つまりリターンの勘違いというのは、弱いプレイヤーほど難しい場所を狙って、強いプレイヤーほど簡単な場所を狙っているということです。これはね、ダブルスも同じです。でも真ん中だと攻められてしまうのではと考えがちですが、それは全然 OK です。基本的に安全第一に確実に返すっていう思考を持つことがとても大切だっていうふうに書いてありました。ではなぜ弱いプレイヤーほどライン際を狙って、強いプレイヤーほどセンターの深いところを狙うかっていうと、これはねシンプルなんですね。すごく、それはセンターに返すのが一番安全で一番簡単で一番確率が高いからなんですね。でさらにこういうふうに書かれていました。入り口と出口は同じにすると簡単。何のこっちゃと思うかもしれませんが、つまり入り口っていうのはサービスのことで、出口はリターンのことを指してまして、リターンはサービスが入ってきたところに返すのが一番確実なんだよっていう意味です。サービスはネットの中央付近を通過して入ってきますね。そこはネットが一番低いところでもあるため、リターンもそこを狙うことでネットミスを減らすことにつながります。なのでサーブが入ってきたコースを自分で無理やり、方向を変えるという効率性のリスクと、それに伴うミスによる、費用対効果を考えると、
リターンはセンターを狙うのが実は一番コスパが良くて、それを一言でまとめたのが入り口と出口は同じにすると簡単ということにつながります。こんなデータも出てて、プロテニスプレーヤーでも約 65% が、センターの深いところにリターンしているっていうデータが出てました。もしここまでの話から自分は弱いプレイヤーに分類されるなと思った方がいらっしゃいましたら、まずはセンターの深い場所を狙うのが、ファーストオプションになります。では次にリターンとストロークの違いについて言及していきますが、皆さんはこの2つの違いをちゃんと、言語化して理解しているでしょうか。多分なんとなく理解しているけど詳しく考えたことはないなという人がほとんどだと思います。大きく分けて3つある、3ポイントあるというふうに書かれてました。まずはですね、リターンは曲がるがストロークは曲がらないっていうところですね。これはリターンとストロークで受ける球質が違うっていうことです。ストロークは順回転と逆回転が中心で、基本的には長い距離を直進して進んできます。なので相手の打法とかフォームを見ればなんとなくどこに来るかが予測できます。それに対してサービスは斜め回転っていうのが加わりますね。この間のサーブを斜めっていうスイングみたいな話をしたと思うんですけど、で限定された場所から、短いボールだったり長いボールだったり、横回転などストロークとは違うイレギュラーバウンドをしてきます。なのでストロークと比べて予測が難しくて、で速度も速いので全く別物と考えないとならないっていうことですね。それらを理解しているか理解していないかだけで上達に大きな差が生まれます。で2つ目、リターンはほぼ同じ場所で打つがストロークは毎回違う場所で打つっていうことです。結論から言うと、ストロークは自分の好きなリズムで打てるけど、リターンはそれができないよっていう意味ですね。ストロークはそれなりに広いコートの中で自分で動いて好きなタイミングでこう好きな打ち方で打てますが、リターンはサービスが入ってくるエリアはエリアで止まって構えてなければいけないので、ボールを迎え撃つことになるんですけど、動ける範囲が狭くて、で同じタイミングでもう打てない。でそれに加えてストロークの倍ぐらいのスピードがあるので、ストロークと同じ考えでリターンしようとするとうまくいかないのはやっぱり当然なんですね。で3つ目がですね、リターンは静止から始まるが、ストロークは動いている中で打つということですね。コラムの中ではこれが一番大きな違いとして書かれてましたけど、ストロークは動きの中でリズムを作り出せますけど、リターンは静止状態、リズムがないゼロの状態なので、自分からリズムを作り出す必要っていうのがやっぱあります。なのでやっぱスプリットステップは必要だと考えてます。静止状態からリズムを作り出す初動作にやっぱつながるので、スプリットステップっていうのは大事かなっていうふうに思います。どうでしょう、違いが分かってくるとリターンとストロークは別物なんだよっていうことで、当然練習メニューも変わってくると思います。リターンはそれだけの練習をするということが本当に重要なんだよっていうことが書かれていました。リターンの戦術的思考とリターンの練習の重要性というところが分かったところで、次はテクニック的な話に移りたいなというふうに思います。まず知っておくべきことは、リターンはとにかく返すことに専念するということですね。これは本当当たり前なんですけど、一発のリターンエース、これはね確かに気持ちいいんですよね。
脳汁が出て気持ちいいのでこう癖になっちゃいそうなんですけど、こうある程度ねレベルがこう均衡するとそうでもなくて、ただのねタナボタの一発なので全く気にする必要はないです。やっぱそれよりも効果的なのはこう全くミスらない、で相手にフリーポイントを絶対に与えないような強固なリターンをしてくる選手ですね。コラムではリターンは、強打やコースを狙う足し算ではなく、無駄を削ぎ落とす引き算をしろっていうふうに書いてました。で無駄のないリターンをするステップとしてまず一つ目がスプリットステップ、やっぱこれはもう必ずした方がいいですね。先ほども言いましたけど静止状態でリズムを作り出さないとならないので、その初動としてどうしても必要かなっていうふうに思います。で次に2つ目、ラケットはこうやっぱ後ろに引くべきではないなっていうふうに思います。ラケットの先端がこう体の中心から離れれば離れるほど、インパクトっていうのがやっぱ難しくなるので、ラケットは、立てた状態で、体をひねって、でひねり戻した時に自然とラケットが戻ってくる感じっていうのが理想です。このひねるっていうのは前にも別の動画で言ったんですけど、ユニットターンっていうやつですね。手で後ろに引くのではなく体をひねってっていう意味ですね。だからラケット自体は全然動いてないっていうことなんですよ。で3つ目が、インパクトは相手の力を利用してください。いいリターンを打ちたいんだったら自分が力むんじゃなくて相手の力を利用するのが条件です。足し算引き算の話先ほどしましたけど、力むっていうことは足し算になります。考え方としてはナンセンスですね。もともとサービスはかなりのパワーがあるので自分からパワーを加える必要はなかったりします。イメージとしてはラケットを大きく振ってエネルギーを生み出すのではなく自分の中にあるエネルギーをボールにぶつけるという、いうことですね。ボールを自分から迎えに行ってあげるってことが大事です。でね、バウンドテニスの特徴として大きく2つの要素があります。まずリターンはフォアかバック、自分のやりたい方で、まあ 90% はできるっていうことですね。横幅が3メーターでセンターラインがあって、サービスボックスでいうと横幅 1.5 メーターしかないので、まあ極端に寄ってればね、まあフォアならフォア、バックならバックっていう風に取ることができるでしょう。なので練習メニューもどちらかに集中することができます。でまた、サーブ&ボレーがないっていうことも精神的にすごくアドバンテージは大きいと思います。テニスのようにサーブ&ボレーがある場合相手の足元に低くリターンしないととか、あと相手をねよく見ていないとっていう、よりね複雑なこう思考っていうのがこうやっぱ出てきてしまうんですけど、バウンドテニスはそれが、ルール上 100% ないので、これはね非常にリターナーにとっては、アドバンテージになるんじゃないでしょうか。はい、以上ですね、今回リターンについてのこの考え方、打ち方とかそういう話ではなく、考え方とかね、そういう戦術みたいな話をさせてもらいました。はい、皆様、どうだったでしょうか。強いプレイヤーでしたでしょうか。弱いプレイヤーでしたでしょうか。はい、私は、わりかし弱いプレイヤーです、はい、でもねこれ自分で動画作りながらすごくやっぱ勉強にもなりましたし、なるほどなっていうふうにやっぱ思いますね。でやっぱいろんな動画を見てるとリターンで無理してる強いプレイヤーってほとんどいないんですよね。
はい、なので皆さん強固なリターン、そうやっぱね、やっててこれやっぱ逆の考えするのがやっぱ一番いいんですよ。あのサーブって返ってきた時点で結構みんなもう嫌じゃないですか。なので一旦返しとくっていうだけでやっぱサーバー的にはね、そんなに3球目めちゃくちゃ短いネット際だったらまあそれはチャンスボールになりますけど、そうじゃなければね、あのそこで一回サーブとリターンのこの関係性、まあサービス有利とは言われますけどほぼほぼリセットされますね。なので、リターンは無理せず真ん中に返し、そこから、自分のターンに持っていったらいかがでしょうか。はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。カリスマを見つけるために海川山